今日は JR 西日本山陽本線西広島駅に来てます。2021年の12月の27日かな。まだできて1週間らしいんですけどね、何も知らないの西広島居城駅になったのかと思ったら、つい最近新しい駅になったようなので、ここから動画を撮り始めました。駅に着いた時におばあちゃんが、新しい駅になって本当に良くなったねと言っているのがね、大変印象的なところでしたが、今日も紹介するのは JR ではなく、もう向こうの方に消えかけていますが、広島の誇る大手私鉄だと個人的にはそういう感覚で見てるんですけれども、広島電鉄路面電車です。広島電鉄は路面電車なんですが、一方で宮島口の方に行く路線に関しては、これ宮島街道と書いてありますけど、ここからはですね、よいしょ、まあ、これ持つだけなら大丈夫だろう。ここから先は路面電車ではなくなり、普通鉄道になって走っていくという、まあ、結構面白いところでもありますが、紹介するのはこういうものではありません。そしてその電車にしばらく乗りまして、天満町という駅で降りました。駅といってもね、すごい細いところ、昔ながらの路面電車の降り方ですよね。あ、この車両ちなみに非常に古いやつで、1957年に製造された京都市電の車両なんですけども、京都ね、昔路面電車があって非常に有名で人気もあったんですが、日本で一番古い電気鉄道だったその京都の路面電車の運転は終了しまして、車両が広島に多数持ってこられ、今でも活躍しています。というところなんですが、ここはですね、このような自動車に挟まれ、また電車の起動時期がすぐ横にあるような、なかなか怖いところでございまして、路面電車が真ん中にあり、その端っこのところに設けられた小さな安全地帯のところに電車の停留所が設けられ、お客さんがそこで待つということになっています。お、トラックが起動時期を走ってますね。起動時期は走っちゃいけないんですけども、安全を回避するためだったらば、立ち入っても良いということで、今お子さんがいたからね、トラックもそれを大きく十分な間隔を避けて通るためにここへ行っているわけなんですけども本当に細いですからね、僕の手4つ分ぐらいで横の幅は終わりなんで、非常に危険だということで、確かこの安全地帯の両脇は駐停車禁止かなんかになってるんですよね。なかなかすごいところです。で、こんな細い頼りないプラットフォームというのが広島電鉄にはいくつもありまして、まあ、そうするとなんか広島電鉄がなんかね、路線としてダメなんじゃないかみたいに思うかもしれませんけども、これ見てもらって分かるようにですね、相当昔からもう原爆の被害に遭うような、もうよりもずいぶん前から広島市内の交通を維持してきたわけでございまして、歴史があり需要もあるこの広島電鉄は、昔からの設備をそのまま使わざるを得ないというようなところもたくさん通っています。新型の路面電車3両連接、しょうがないですよね。これ以上どうしろっていうか、これ以上この路面電車の待つところを広げてしまったら車が通れなくなっちゃいますし、路面電車の幅は絶対これだけ必要です。とすると改善の余地はないんですよね。ちなみにこの天満町駅、天満町停留所というのかな、その電停のところはですね、この脇に天満町というふうに電柱のところに駅名が書いてありまして、この停留所のところだとちょっと危ないから、道の脇のところで待っているというお客さんも結構いるようです。まだね、こういう停留所であれば日本にも結構たくさんあるんですよ。右手に歯医者さんがあってガレージがあるんですけど、そのガレージが実質的に駅の様相をなしています。来ました、広島駅方面の電車、最新のやつなんじゃないですか、あれは。あれに乗って訪れる次の駅はこんなもんじゃないですよ。まだね、こういう風に安全地帯があるから、まあ危険ではありつつも、車がこっちに思いっきりぶつかってくるということはそうはないんですけれども、 あんなところに駐車車両がいるから、みんな起動時期のところへ入りながら走らざるを得ないんだな。まあ、ともかく乗って次の駅へ向かいましょう。次は小網町です。次の駅に来ておりました。これがですね、広電の小網町駅、小網町停留所です。多分日本にある列車が止まる駅でこれほど簡素なところは他にはないというか、初めて来たんで、ちょっとこれ寄っとかないと危ないな。ここはあの車道なんでね、今車道に突っ込んで通ってたんですけど、なんとですね、さっきのところよりもさらに道が細くなりまして、ついに駅がたったこれだけになってしまいました。あ、車が来たよ。ちょっとどいときましょうね。すいません。おお、これか。いや、一度来てみたかったんですよ。
当たり前のように車がこの電車乗り場のところに突っ込んでいます。ここはですね、原爆投下の時に、新しくというか、もともとなかったのを復活させて作った駅らしいんですが、なんでも道幅があまりに狭いので、さっきのような安全地帯専用の乗り場を設けることができなかったらしく、なんと完全にもう道の上に電車乗り場と描くだけということになっています。ここにどんどん路面電車がやってきます。すげー、なんもない道端にただ止まるだけですよ。あまりにも危ないので、ここで列車を待つ人はもうほぼいないようですね。そりゃそうだよね、危なすぎる。だって普通の幅の車がここ通ったら、あの電車の乗り場の中に突っ込まざるを得ないじゃないですか。ということで危険すぎるので、みんなだいたいこの辺のですね、司法書士事務所とかのあの前のところに入って、ここのところで待ってるみたいです。おお、広島の車ってまたなんか交差点内徐行っていうのみんな知らないみたいで、おすげえすげえすげえ、なんだこれ、僕なんかあの人怒らしてるのかな、そういうわけじゃないみたいだな。おお、この小網町電停から一個戻ったところがさっきのですね、天満橋電停なんですけども、まあ、見えます、すぐ近くなんでね。なんかなんでか知らないけど、乗ったら0円で乗れてしまいました。なんか乗り継ぎ割引みたいなのがあったんでしょうね。その電停のところに人がポツンと立っていたりするんですが、これだけでもなかなかすごい光景だと思うんですけど、いやー、小網町には勝てませんわ。さっきのあの道幅だったらね、まだ安全地帯を設けられたけれども、橋を渡って一段と狭くなってしまいました。戦争の終結した1945年の8月15日からずっとここでこの状態で営業している乗り場だそうです。信じられん。道路交通法によれば、こういうところに設けられた安全地帯というですね、さっきみたいな黄色い線で示された区画には自動車は立ち入ることができませんが、日本でここだけ唯一安全地帯のない路面電車の停留所となっているそうでして、つまり自動車が合法的に立ち入ることが可能であります。だからさっきみたいにブーンと車が走ったりするし、まあ、交通も割と滑らかにいっているわけなんですけれども、まあ、その代わりですよね、あそこに駐車車両がいるじゃないですか。でここ駐車禁、いや駐車禁止だよな、駐車禁止なんですけど、まあ、とにかく駐車車両がいるんですが、あそこに車がいる横でね、あの車も並走してくるじゃないですか。こうなったらどうなんのこの場合。とりあえず駐車車両を避けるためにね、このクラウンは起動時期に入りますよね。でこの電車は止まるじゃないですか。お客さんがここから降りてくる可能性があるから、あの後ろのクラウンは一時停止しなきゃいけないですよね、この場合ってね。あ、でも行ってる行ってる、徐行してる。あれ一時停止しなくてよかったのかな。これでこの瞬間に後ろをよく見ないでこのクラウンのところから降りてきたら、お客さん引かれる可能性ありますからね。ということで実はね、この駅に着く前にはもうなんか安全地帯がありませんので、あの降りるとき気をつけてください的な車内放送をするようになってましたよ。すげー。いや今回広島電鉄に全然乗って紹介してないじゃないですか。多分なんですけど、この動画ね、広島電鉄さんからすると出されたらあんま嬉しくないんじゃないかなっていう気がするんですよ。だからね、あのちょっと乗って紹介してるとなんてことしてくれてるんだって、あの広島電鉄さんが言われる可能性あるので、道の上でしか撮ってないんですけども、なんか本当戦前の人間の命が今ほど大事にされてなかった時代の名残がここに生き残ってるような気がするな。自分の命は自分で守りましょう。多分ね、運転手さんがお客さんが乗り降りするときに後方の車の安全も一緒に確認してくれてるんじゃないかとは思うんですけどね。これ広島電鉄の中でも非常に重要な路線だそうなので、さっきみたいに5両とか3両とか連ねた連接車も当たり前のようにやってきて見応えがあります。日本で一番目立つかっこいい路面電車が日本で一番簡素な駅に止まっているのです。ちなみにあそこにですね、左折するところがあるんですけども、これから先左に曲がってもうちょっと行くと土橋駅なのかな、
もう一つ別の駅があるので、広島電鉄としてはこの駅を廃止にすることも検討はしたらしいんですけれども、やはり結構利用するお客さんがたくさんいるので、この利便のことを考えて今でも廃止せず残しているようです。今からもう今の時代にこういうものを新しく建設することは無理だと思いますから、ここがもし廃止されたらそれで最後ですよ。グリーンムーバーが来ました。かっこいいですよね、これで。宮島まで行く電車。すごすぎる光景だな。乗り降りの人はいませんでした。あそこにやっぱり歯医者さんがあって、歯医者さんのところが待合所になりがちみたいですね。実は今日はね、何人もの人数でこの広島に来ておりまして、ちょっと今から僕がここより電車に乗っていく様子を撮ってもらおうと思います。すごい光景になると思いますよ。ちなみにこの元京都市電の1900型でいいのかな、この車はね非常になんか評判がいいらしく、京都から移籍して広島で活躍した時代の方がもう長くなるほどの活躍ぶりだそうでございます。それでは路面電車を待つところから簡単にご紹介します。この乗り場というところで待っていてもいいんですけれども、ここを車が通過する可能性が高いので、まあ怖くて待てないですよね。停留所の向かい側のこの道のところで待機しています。するとなんとすごいことが起こりました。その裏でですね、なんか牛乳かなんかの配達で、大型の自動車が来まして、そこに停車。これは別に全く問題のない行為でありまして、ただこの自動車を避けるためには、ちょうどバイクが通りましたけれども、完全に路面電車の乗り場を上から踏みつけていかなければいけません。もうこんな危ないところで待つことはできないので、ですからこのように道の端っこのところで待つのが重要なわけです。ちょうどいいタイミングで来ましたよね。また広島の車は速いからね、交差点でも徐行せず歩行者優先しないのも当たり前で、バンバン通過していく印象です。さてちょうど電車がやってきました。先ほどの西広島からやってきた広島駅方面の3両連接、これが駅に止まるとお客さんがわらわらと最後の安全を確認しながら乗り場に集まって列車に駆け寄ります。このように客を乗り降りさせるために停車している路面電車の横を 1.5 メートル以上の間隔を空けて通過することができない場合には、横を通ろうとする自動車は乗り場の後ろでしばらく列車が動き出すまで待たなければいけないことになっています。でも無視して横を通過する車も多分たくさんいると思うので、乗るときには自分で身の安全をよく確かめていきましょうね。すごい環境ですよね。ちなみにこの路面電車の乗り場が安全地帯であった場合には、その横では駐停車禁止になるようなんですけども、ここは安全地帯ではないので、別に前後10メーターのところでさっきのあのトラックのように止まって荷物の積み下ろしなどをしても問題はないようです。さらに歩行器を持ったおばあちゃんが通過して、その脇をですね、大きくまたもみじのマークの車が電車乗り場を思いっきり踏みつけて、まあこれしょうがないことなんですけど、全く法律上問題ないんですけれども、すごい環境だなと思っています。次は小網町、小網町です。また私の乗った電車が戻ってきています。韓国食材のお店、明月食品前です。 The next stop is 小網町。次の小網町はホームのない平面電停のため段差がございます。また降りの際には電車や自動車に十分ご注意ください。ホームのない平面電停だという車内放送をしています。ありがとうございます。降りるときに運転手さんがありがとうございますというふうに声をかけてくださいましたが、左右の安全を確かめることがすごく気を使っていたので、あんまり運転手さんにお礼を言い返す余裕とかはなかったですね。とこのようなやり方で
小網町の駅を利用することになります。正確には電停。横を今通過していった自転車速いですね。なんという速さ。電車に負けずについていきましたけども、あれもあれで危ないな。これが広島ですか。それではもう一度小網町駅の利用の仕方を改めて確認してみましょう。列車が止まったらまずは運転手さんに運賃をお支払いしますが、その前にこのように停車する路面電車の後ろで横を通過する車は待たなければいけないという法律になってはいますが、車が法律を守ってくれるという確証はありません。そこで路面電車から降りるときは足元の段差に気を取られる前にまず車両から顔を出して後方確認。大丈夫、車は来ていません、引かれる心配はなさそうだということを確認したら駅にパッと降り立つことになります。ちなみに今の速さで行くと足には結構な衝撃が加わります。まあおそらくなんですけども、運転手さんがドアを開けるときに後ろの車とか見てくださっているのではないかなと思いますが、どうでしょうかね。ここでまた左右の確認をしてもう一度車が接近していないことを知ったらば、あとは安全な道の端っこの方に寄るということになります。ただこの道の端っこもまた必ずしも安全とは言い難いですけれどもね、歩道というものが存在しませんから。小網町の部分は駅を廃止するという以外にはおそらく安全確保のやり方はもうないんじゃないかと思いますので、これから先もおそらくこの町になくてはならない、そして日本でもかなり珍しい危ない停留所として残り続けるのではないかと思います。ちなみにこの小網町電停は停留所の看板が西広島方面の片側にしか立っていないそうです。反対側の乗り場にはもう電車乗り場とただあの道に書いてあるだけ、以上終わりということになっています。一応ここにですね、路面電車に必要なものはある程度揃ってはいるみたいなんですけど、こんなところに連接の路面電車がやってくる、いやすごいところですよね。四国にもこういうのがあるそうなので、ぜひ紹介したいと思います。どうもありがとうございました。